エバ線は、広島電鉄が保有する、軌道路線。本線と船入り地区、エバ地区を結ぶ路線で、全線が、広島県広島市中区に属する。船入り地区では、住宅街や、平和大通り、国道2号線を交差し、終点のエバ電停の先には、エバ車庫や、広電エバ営業所がある。1943年に、広島市エバ町の造成埋め立地に、 三菱重工広島造船所エヴ工場が創業を開始。この工場への通勤輸送を強化する目的で軍の要請によりエヴ線が建設されることになった。同年12月に土橋電停船入り本町電停館が開業し、1944年に船入り本町電停船入り南町電停館が開通。1954年には現在のエヴ電停まで開通し、 現在のエバ線の形となった。エバ線の開業時に計画された三菱重工業広島製作所エバ工場までは未だに開通しておらず、エバ電停から同工場まではまだ 1.3km の距離があるが、この間の延伸計画等は具体化していない。エバ線運営線には広島市立船入高等学校や広島県立広島商業高等学校、 広島市立エヴァ中学校などがあり、通学にもエヴァ線が広く使われている。広島市の公立中学校は、原則徒歩以外の通学方法を認めていないが、エヴァ中学校は唯一、船入町電停周辺居住者に限り、路面電車での通学を許可している。2013年以降に調停床電車の導入による、白島線との直通運転構想があると報じられ、 2013年2月15日から、エヴ戸ド八丁堀白島での直通運転が開始されている。基本的に、本線直通の6号線と横川線直通の8号線がほぼ交互に運行される。白島線直通の9号線は、平日3往復と土日祝に往復が運転される。もので超低床車両線形の運用開始に合わせて2013年2月15日から、 運行を開始した。うち平日の1往復は朝ラッシュ時の船内像発用の編成の送り込み、残り2往復は早朝の白島行き及び深夜のエバ行きで、早朝便は白島到着後船内完結運用につき、深夜便はエバ到着後入庫する。エバ船の車両は原則として単行車と船型が運用につくが、平日の朝ラッシュには8号線において連接車が1。 往復運用される。6号線については700型と800型による運行で、ほぼ固定されている反面、8号線は旧型車両による運行が多くなっている。朝ラッシュ時の連接車両運用については、現在は仙田車庫から3000型が一編成貸し出しで、エバ車庫に常駐し、エバ車庫の担当乗務員が運用についている。2000年代半ばより、毎週土曜。 日曜、祝日に8号線において、レトロ電車と称して、車両限定運用が1日に往復組まれていた。4月5月10月では100系101号、11月から3月までは200系238号が充当されていた。1980年代後半から2000年半ばまで、白島線で同様のことが行われていた。全電停とも、 広島県広島市中区所在。9号線は2013年現在平日7往復、休日6往復のみ。白島エヴァに路面電車検討中国新聞2012年11月23日、ABC、新型超低床車両線形の営業運行開始について、広島電鉄、2013年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2013年2月17日閲覧。レトロ電車の運行終了について広島電鉄、2018年9月19日2015年までは4月から10月までの運行であったが、2016年から6月から9月の間は運休となった。広島電鉄では、路面電車は、電停と故障し、鉄道線である、宮島線は、駅と故障。ありがとうございます。